昨日でも寝ました。顔ちょっとやつれてるけど大丈夫？本当に？うん、やつれてるよ。本当？うん。なんかね、ほっぺた黒いよ。本当？あのね、大丈夫か？本当やつれてる？やつれてるよ。おさっき裏で見て、えっと思って、そんなに辛いのレコーディング？いや、あのね、寝ないんですよ俺。寝ないの？うん、なんかね、うんうん、入り込むとね、絶対 寝ないんですよ。でそれで、うん、寝るときは寝るんですけどね、まあでも、特に死とか入り込むとね、うん、なんか飯も食わない状態になっていくんで、よく言われるんですけどね、うん、まあでもまあ、いや、痩せた、痩せた。本当に？あ、痩せてるし、痩せてるよ。それ体重全然変わんないの。え、こだから68から70ぐらいで行ったり来たりで、よくほら、痩せたね、痩せたねとか言われるんだけど、うん、変わってないんですよ、先生、体重は。色が黒いよ、ほっぺた。本当に？マジで？本当にここのヒゲ剃ったみたいな感じになってる。相当苦労してるね、全国ネットで言わないくらいなんだよ。なんですよ、全国ネットで具合割りって言われてる。映ってるからしょうがないよ、これ。次はまた実はその田口さんが来てるんです。え、おいしそう、すごいね。またウータンか。ウータン第7の修練という。Yo, man, pull my killer tape back, yeah? Yo, man, pull my killer tape back, yeah?マキラマキラついてるよ。まさか、いや、つかねえよ。つくわけねえよ。もう一回見せてください。見たい。Yo, man, pull my killer tape back. 最後だね。あの役者さんと、あれね、すごい。青鬼プロでも当てられねえ。すごい。すごい。ついてるよ、もう力ないのね。よく当てた、あれ。うまきりゃついてる。いい声当ててるわ。そこでこう。これはもうジャンパーやっちゃおうか。わぁ、え、行こう行こう。行こうか。行きますか。これ行きましょう、今日。もうそうです、ね、今日ちょうど瞬間だしね。この勢いではもう止められないもんね。演技もんだ。演技もんだ。よっ、よっ、おめでとう。お前これ無理だよ。アルタです。木村香取ペアは海の幸、山の幸を焼き物や天ぷらに。まずはサバ好きのタモリさんに北海道釧路産の珍しい鮮サバの燻製焼き、油が乗った一品です。そして春の旬、フキノトウ、タラの芽、ハマグリ、餃子ニンニクを天ぷらにしました。土鍋の中にも春が、旬のタケノコとパセリの炊き込みご飯、湯気と一緒に春を感じてお召し上がりください。さらにハマグリとカツオの出汁をベースに、鱗を炙ってカリッとさせた甘鯛と菜の花のお吸い物をどうぞ。これサバの燻製焼きですね。燻製ですね。あと季節の天ぷら、こちらサバはですね、北海道の釧路産ですね。千サバと呼ばれているサバでして、2000本に1本しか取れない。大きい、脂の乗ってて美味しい。魚ってのは一網に500匹取ったら1匹いいのがいるかいないかぐらいで、全部1匹1匹違うんだよね。だからあれと同じですよ。朝の8時ごろ渋谷歩いてる女子高校生にパッと網かけて、美人が一人いるかいないかです。一人一人全部違うわけです。魚も同じなの。うまいね、このサバ。なかなか手に入らないんですよ、このサバ。いいサバだね。なかなかないんですよ、国産のサバ。うわ、嬉しい。あとは天ぷら、春の天ぷらですね。そうですね。餃子ニンニク、ハマグリ、フキノトウ、タラの芽。うん、おいしゅうございます。ありがとうございます。お、何ですか、タケノコご飯。はい、まずはタケノコの炊き込みご飯、そして、お吸い物はですね、お椀なんですけど、鱗つけたまんまの甘鯛ですね。甘鯛ですか。はい、あ、カリカリに鱗をまだ、うん、うまい。タケノコご飯、タケノコご飯にはタゼリ、はい、あえて、あとよく油揚げ
を一緒に入れて油分を加えるんですけど、うん、今回油揚げではなくて熟成豚の背脂を入れました。うーん、うまい。さあそろそろ判定していただきたいんですけど、いやー難しいね、まあ、悩むとこだよね。もうちょっとかかるんだったらこれみんなで食べますけども。あ、みんな食べとくださいじゃあ茶碗用意してもらおうかな。はい、おいしいおいしい本当に。まあ、じゃあせっかくなんだ、せっかくなんだね、みんなで食べましょうね。もう宴会やろう、どっちでもいいじゃんそういうのもありなんじゃないですかね。なんかすいませんねこれねじゃあいただきますか。はい、いただきましょう。二人羽織みたいになってタモさん、はい、今32年間お疲れ様っていう思いと、あと1週間、まあこの1週間あのしっかりとゴールを切ってほしいということで、はい、僕らと乾杯してもらいます。あ、乾杯しましょう。これもうほんと32年間お世話になりましたんで、いやいや乾杯しましょう。すげえ、ビールをやります。タモさんがいいって言ったんだ、うん、ね、ちょうどいい機会で全員でやりました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。嬉しいね、スマップとこうやって乾杯できる。いやいや、もうこちらこそですよ。うわ、ギンギンのビール。じゃあタモさん、お乳いきます。お乳。いや、僕はお茶で。なん、僕は禁酒なんで。何禁酒してるんで。もういいだろ、禁酒もういいよ、今日から。よっ、いいよいいよ、もうタモさん、いい、いい。3回やったんだから。もう大丈夫。お前何年ぶりだよこれ。5年ぶりですね。うわ、うわ、だからいいんですか。もうタモさんとスマップと飲むなんて最高だね。最高最高、これはやばいですねこれやばい、誰も文句言わない。最近で福山さん、お酒、お酒会見してもいいかな。いいとも。じゃあ、じゃあ、ありがとうございました。いや、とんでもないね。ありがとうございます。乾杯。乾杯。乾杯。お疲れ様でした。そしてまた1週間頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。うわぁ久しぶり。どうだ、久しぶり。うまい。そうなんだ。うまい。うまい。でもいろんな意味が入ってるビールだなこれ。うん、そうだね。うん。本当に。もう一回すみません。タモさん乾杯してです。はい。ありがとうございました。ちょっと僕もありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。おお。うん。お前幸せだな。おい、幸せです、本当に。どう、ビールの味。嬉しいです、本当に嬉しいですどうぞお座りください、お座りください。すごいよ、よかったね、草薙。いやー、タモさんと一緒に飲めたらよかった。最高です、スマップとタモリさんと。ねえ、はい、ありがとうございました。まだお仕事残ってますよ、判定していただきたいんです、うん、もういいじゃない、判定は。え、判定は、はい、判定はしてくださいさあ、それでは参りましょう。今回のこれぞ和食対決、判定は。では稲井君、草薙君チーム勝利。なんでタモさん、このお吸い物が、出汁がちょっと味が複雑すぎたのと、それに加えてこのご飯にラードが入ってるのが、こう2つのバランスがちょっと両方しつこいかなっていう。いやいやいや、でもよく分かってた、今おっしゃってることを全部草薙が言ってたんですよ。そう、味は複雑すぎちゃいけないとか、素材の味をちゃんとまず伝えなきゃいけないとか。さあ、皆さん、テーブルまでお越しください。さあ、まずタモさんからなんですけど、これね、鶴瓶と俺のおひな様。
これ楽屋のあの上ロッカーの上に多分二十何年間飾られてたんだよね。よくちょよりにこれ全部ほこりかぶってるからこれ。誰が作ったかが分かんない。これ俺って分かんないでしょこれ。分かんない。はい、勝利者賞。じゃあ、ね、ありがとうございます。さんね、いよいよあといいとももう1週間ですし、今度のだ次の月曜日ですね、生放送で、昼間のいいともが終わり、そしてグランドフィナーレ夜8時からやります。32日がお疲れ様ということで、だって1週間残ってますから、残ってます。ぜひとも頑張っていただきたい。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。